ん食べる？あ、ゆりこ。兄ちゃん、はい。おやつや、おやつ、おやつ。先生どこ、先生どこ。んーと、調子は？相変わらず。足の使い方はどうです？なんかいつも右足は割とこう浮かしてあ、後ろ。食べてます。はや。そうなんとか使わせてほしいんだよ、右足を。要するに関節も悪いからね、使いたくないからさ、でも筋肉少なくなってるのを元に戻すの大変なんですよね。で、また使いたくない足を使わせるのは逆に痛いからね。まあでもひどくなってることはない。はい、お尻、お尻、はい。あんまり散歩が最近すぐ帰りたがるので、まあ、しんどいんですね、きっと。そのまま行こうよって言って歩かせると歩いてくれるんですけど、その後結構足をちょっと浮かしてたりしてたりするので、なんか辛いかな。膝なんて今乗ってないもんね、先生もさ、間違いに乗ってましたし、股関節もちょっとありましたし、まあ、こっちを100とするとさ、こっち太ももの筋肉、こっちを100とするとどうでしょう、60ぐらい、だいぶ少ないもんね、右側の太ももの筋肉で、あと膝周りはこっちの方がだいぶ腫れてるもんね。なんかやっぱり膝関節炎があるから、膝痛いんだよね。はい、まあそういう状況でさ、足がまあ かばってるとはいうものの、そこそこ使えてるというのはすごいことではあるんですけどね。まあ、それだけステロイドって強力な薬なんですよね。で、まあ、2日に1回ずつ飲んでますよね。で、あとはあの補足群とアンチノールと、もうその辺はまあ手助けですけどね、ちょっとでも楽にするんだろう。順番にやっていきます。ごめんね、顔見して怒んないでね。頑張れ、りっちゃん。そうですね。さあ、お耳をつぶしてね。お耳頑張れ。はい、これ食べよう。早いね。アリカンさ、よしよしよし。アリカンさ、アリカンさ。すごい。すごいね。デンタだね。あとお口もあるけど、デンタルケアはどうです？やる。毎日。血は出ません、デンタルケアしても。今、血は出ないですね。はい、頑張りゆきゃーん、アリカさん、よしよし、頑張れ、アリカさん、やった、すごいね。やだ、やだね、頑張りよ、奥歯やだね。よし、本当だ。よし、ここちっちゃいの何回目だ。食べる？はい。さあ、交差しよう。本当ね、特に痛いのが、ね、それで動かしてね。はい、あの股関節と膝。両方とも一個だから。そうそうそう、こんな感じ。よくさ、さすが膝はだいぶ腫れてるね、右の方が。ゆきちゃん、頑張る頑張る。
やれそうだし、そうだし、口の中に、口の中でやってる。いいよ、こうやって。アルカンさんだね。すごいね。なんだろうね、これね。なんだよ、じゃあ。なんだよ、さ。アルカンさん。リコーさんじゃん、すごいじゃん。あれもう食べたの一瞬だね、みんな。お次はオブノブノ。あのステロイドってさ、奇数日奇数日だったので、本当は昨日あげたかったんですけど、昨日はないんですね。だからじゃあ、わかりました。じゃあちょっと今後まずは偶数日見てください。ちょっとでした。これ注射の時あげて。もらえると思ったね。注射の時あげて。あ、そっか。本物もやらなかったね。いらない、いらない。何、リコーさん。やめて。はい、ごめんごめんごめん。やめてってやってる。ピリ君。まあさすがに毎週のように絞ってると黒が小さくなってほとんどかちょっとつくぐらいで。
ほぼ噛んでない。これね、飲む子はダメなんだけど、噛む子は使える。思考を取る。さすがに。お、どうですか？噛んでる感じはできた。噛みにくいよね、それね。それがいいんだよ。噛みにくい。噛んでる？噛んでる。一生懸命。あ、出しちゃった。あ、でも、半分は食べた。食べるね、すごいじゃん。これさ、あのご飯の量この分だけ減らしてさ、一個何グラムあるのかな。うん、ちょっと。ちょっとここまやろうよ。ご飯の最後に。3分でもう3つぐらい出しといて、とりあえず今回3分で3つ出しときますわ。そんでちゃんと噛んでくれるんだったら使ってもらおうかな。やっぱね、大きいやつもらえるよ。TT のサンプルで、あ、慌ててね、かかって食べたら意味がないんで、時間かけてゆっくり。だからご飯の最後にやるといいかなと思うんで。かわいいじゃん。かわいいね。ふわふわ。2つしかないけど。あとで受付出してます。これあの、スケッチテージングって油がちょっと多いんで。油でちょっとこんなんですけど。はい、もう終わりじゃ大丈夫です。もう終わりじゃ。なんか今日いっぱいごぼうるわ。今日いっぱいもらったね。もうちっちゃいやつであんな大きいのあげない。あ、落ちた。落ちちゃったよ。あ、ま、待て。めちゃめちゃ食べるね、この子。どんだけでも食べる。いいね、美味しいもの好きなのね。はい、じゃあお薬ね。じゃあサンプルで一回 TD 使ってみてください。はい、あの歯の方にね。で、ちゃんと噛んで食べるなら今度言ってください。ちょっとお願いしますね。TD 時代。また、台の散歩を作っておいて。はい、頑張りございます。はい、すみません。じゃあまあ、ちょっと足、右足だけ。